とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今日はタワー更新日となっております。初見攻略やっていきましょう。今回21回です。21回いいですね。はい、難しいやつが出てこなければいい。まあ、難しいっていうか、めんどくさいやつね。あれがなかったらいいね。そして、敵もね、バンバン出てきて、20分以内で周回できればいい。15分とか最高やね。うん。なんか前、こんな感じの時なかった、これ。なんか、うん、こういう感じで、このステージ倒したことあるんだけどな。おー、まあまあまあいいんじゃない？クーダウンついて。おう、瞬速もついて。使いやすそう。2回どんな感じ？はい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 、いいよ。おう、いい感じじゃない今回。オッケーオッケー。まあ、できればウィザーの方が俺は好きなんだけども。いや、全然全然。いいんじゃない？オッケー。タイミングぴったりだね。あー、危ね。やっぱダメージが若干こっちのが減ってるんで、クリーパー倒すのが時間かかるか。オッケー。でも今のところ脅威は特になし。2回クリアです。いらんかな。はい。おー、なんか冬っぽいね。もう春なのに。冬っぽいステージが続く。この冬ゾンビが結構嫌いなんだよね。おお。あー、めんどくせえ。逃げるなって、もう本当に。あー、なるほど。ここは戦いにくいタイプね。よし。オッケー。オッケー。わあ、戦いにくいね、凍結が。オッケー。おおね、よし、終わりかな。よし。まあ若干敵が多いけども余裕ではあります。 OK、 次どれぐらい出てくる。あー、でちょっと前あれだったね、21回の時って商人が2回しか来なかった時あったよね。今回もそういう感じか。できれば商人に3回来てほしいんだよな。うん、そしたら早く周回もできるし、おお、楽でも、あ、待て待て待て、挟まれちゃダメ。おお、ほうほうほう、効くねー。わあ、もう嫌なやついるな。リーチ投げ、あれ、あー、あっち側にいるのね。で、終わり。まだいるよ。どこだ。ああ、いた。なるほど。これ最初の場所で最後のあのゾンビが出てくるまで待ってから進んだ方が早いね、間違いない。あー、地雷持っていけ。おお、でここか。まあまあ、矢が出てきてくれて嬉しい感じではある。クリーパー出ないね今回。クリーパーが全然出ないんで、それはラッキーかな。よし、ナイス。よし、ほい。よし、オッケー。矢は忘れずに取りましょう。うん、この時点で250本、かなり
250本あればもうクリアまでこと足りるんじゃない？まだか、下か、あ、いた。これ敵が出る場所っていうのをある程度覚えた方がいいかな。そうすると周回が楽になりそうですね。おお、いきなり商人。いや違うな。いや、エンチャントいいやつがあるね、本当に。無知だ、無知で。ここ何が来る？あ、金細工か。これでいきます。なるほどね、こんな早く金細工が来るか。まあ、行ってみましょう。ほんと冬ステージだな今回。あぶね。で出だしたね、クリーパーが。やべ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 、あぶね。ここクリーパーありか。オッケー、よし。なるほど、黄金で変更がついたわけね。変更の何？位置か位置か。まあまあまあ、気持ち程度の反射率ですね。オッケー。無知の攻撃力こんなもんか。まあ普通の剣よりはマシってところ。でもそうね、よっしゃ、よし。事前に出てきた剣よりはいいのかな、どうだろう。エンチャ次第か。 OK、 よし。あー、火力が全然足らん。よっしゃ、火力足りねえな。火力が結構きつい。よっしゃ、武器、あー、変えよう。そうね、スパイダーだから星よるで OK だわ。うん、星よるで全然いけるでしょうね。いきます。最初からスパイダーがあったっていうのはまあまあまあ、おーい、いいよ。あ、いやいや、よくねえなよくないな。うん、まあ確かに矢は出やすいかもしれないけどね。矢は出やすいかもしれないけど、よし。あー、結構来るね、クリーパーが。クリーパー結構来るよ。よし、終わり。今のところ全然全く問題なし。あ、いいね。うん、マルチショット連鎖反応ついてる。一応1入れとこうか。下から行こうか。ここは結構下から行った方が安全なことが多いので。よっしゃ、危ねえ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 。よし、ナイス、素晴らしいね。いいよいいよ。下側に結構たくさん出るタイプだったかな今回のは。オッケー。八を一応取ろうか。一応ね、ちょっと安全になる可能性もあるんで、八は取っていきましょう。オッケー、お、いいんじゃない。まだまだ敵出てくるでしょ。
こっち側いる？あ、いるね。あ、おお、そっちか。オッケーオッケー。よし。ちょい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 。嫌なやつ。いけ。よし。オッケーオッケー。8いいね。火力意外とあるもんね、あれ。よし、頼んだ。あ、倒せないか。耐久力ないもんな。よし、レイスがまだいるんかい。よし、あれ敵どこ。意外と今回なんか倒し損ねてること多いね。うん、なんか後から後からちょろちょろ出てくるんでやりにく。慣れればまあ、うん、周回は早そうだけど。あー、俺ボンクラブの方が好きだな。うん、俺ボンクラブの方が好きだわ。こっちにします。ユニーク、どっち。あ、ユニーク、オッケー。ならもうハープ、うん、どっちだ。輝くか。輝くね。いいよ。うん。で、ボスが出ないな。あ、ああ、ボスだ。一応、マルチショットに、うん、連鎖反応 1? まあ、8だろ。8吸血ぐらい入れとけ。いきます。メインウェポンは、弓の方だな。297本。まだまだ使える。うわ、ちょっと待って、こっちだ。もうブラインドもらってるし。はいはい、そっちね。もう嫌なやつ、ほんとに。オッケー、いけ。どこだ本物。そっちか。ああ、危ねえ。あとちょい。よっしゃ、オッケー。よし、落とせる落とせる落とせる。よっしゃ、オッケー。上からね、上の方がイリュージョナーだから、そっちから先っていうわけですか。わかりました。いいかな。うーん、エレメントのカバンダメージはあるんだけどね、ちょっと、ギャンブル性が高いから、あんまりタワーでは好きじゃないかな。うん、確実にね、雷が出てきてくれればいいけど、まあ、雷俺出ないもんな。大概、霊気しか出ないんで、それなら、別にいらないかな。よっしゃ、そろそろ8出せ。オッケー。お、ああ、危ねえ。危ねえ、こいつに。使っちゃダメだよ。よし。ナイス。うん、いいね。やっぱハーフクロスボウが、ものすごい使える。次。で、13回か。これ、ボス2体しか出ないか。ああ、いや、いい。うん。マルチショットがあるあっちの方が多分強いだろうし、このまま行きます。どんな感じで来る？オッケー。いいね。もう出ない？あ、いや、まだ出るな。意外と敵多いんだよね、ここ。行っていい？行っていいか？あ、いや、まだ、まだ来る。このちょろちょろ出るのはね、本当に嫌なんだよな。オッケー。いいんじゃない？もっとこう、一気にね、出てきてくれた方が、
戦いやすいんだけども、よし終わり。14回クリア。今回難易度低いね。結構難易度低めだと思います。ああ、もうボス早い、展開が早い。どんな感じだ。また2体どっち。おお、あいつはバカ。こっちだ。どうもブラインド、勘弁してよ。もう本当にオッケー、もうブラインド勘弁して。オッケー、落ちないか。はい、パワーシーカー使うの忘れた。いや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 、あ、釣り竿もあるのね今回ね。はいはい、いいんじゃないですか。どんどん行きましょう。大してエンチャントも入れずにいけるよ。うん、あんまし難易度も高くないし、であんまり舐めてるとやられるんだろうな。でもまあクリーパーもそう大して出ないし問題はないんだよね。よし、おお、でも結構出る。うん、でもうん大したことはない。でこっち側、おお、結構出るな本当に。ナイス、やべえ、あぶねえ、よし、おっしゃ、多いね敵が本当に多いぞ。よし、なるほど、最後のエンチャ軍団がちょっと注意っていうことね。うん、エンチャンターがめちゃくちゃ最後出てくるんで、そこさえ注意すればいけます。あ、また乱射でもいらないな。そのまんまいきます。あー、ここは結構難関になりがちなステージだね。ちょっと待って、エンチャンター絶対倒せ。おーい、なるほど、なるほどね。なのでエンチャはまず先に、おーい、エンチャ多いよ。でももうおしまいですね。はい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 、なんか以前ここすっごい難しい時だったけども、それに比べればなんてことない。マルチだったらちょっと難しいかもしれない。うん、マルチのここは結構やばいかもね。あー、武器変えた方が良さそうな気するね。いいか、まだ、うん、まだいいや。エンチャントでちょっと強化していけば大丈夫でしょう。ここに置け、あいつらに任せればまあなんとかなるでしょう。矢もいっぱいあるしね。しゃあ、おお、よし、オッケー。ああ、なるほどね、なるほど。おお、結構攻撃力が高い。いや、俺の耐久力がないだけ、もう防御力が全然ないんで、ここは仕方がないよ。うん、よし、終わりかな。うそ、あー、いた。18回クリア。ネクロマンサーの攻撃力が意外と高い。それぐらい爆発入れていっていいかもね。あー、うんうん、爆発にしようか。
うん、そうしよう。爆発を入れて、あー、で、次が商人ね。なるほど、面白い。まあ、クリー連鎖反応ってところ。ほんと、今回は、冬のステージばっかりだった。はい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 、いいんじゃない？ちょっとね、段数は少なめだけども、もう最後だからもう打ちまくって OK よ。いいね。ネクロマンサー対策には持ってこいだ。よし。OK！ めちゃめちゃいいじゃん。めちゃくちゃいいよ。終わり。19回クリアでーす。あー、武器ほ、なあ、でもこれかー、しょうがないね。うん、火力を上げよう。んで、防具をパワーアップさせてみようかな。はい、これ耐久面は全然 OK。 HP も高いし、吸収もするんで、まあ問題なく倒せるでしょう。うわ、エンチャント微妙、うーん、微妙すぎる。まあ、輝き入れて、耐久力増やすか。まあ、耐久力増やさなくても良さそうだけど。誰が来る？一体？一体か。わー、めんどくせえのが来た！めんどくせえの来たなー。マジかよ。こいつを、うん、そうね、リーチ短いやつで戦うとめんどくさいな。いきます。よっしゃ、 OKOK、 いいんじゃない ?OK、 いけ。うん、そこまでダメージ入らんな。うん、どこいる？よし、いてててててて。まあまあ、もうちょっとか。 HP 半分の弱点露出がそろそろ来る。あれ、まだ？にゃー、もう今かい。もう待て、あこの武器失敗しちゃったかもな。でもまあまあ、いけないことはないさ。どこ、こっちか。おーい、ちょいちょいちょい。このテンペストとこの邪悪なレイズは時間かかるからさ、勘弁して。本当に勘弁してほしいわ。オッケー、もう一気にいけ、一気にいけない。よし、もうダメージ覚悟で。撃たれるのは分かってていいよ。よし、もうちょ、うー、分かってる、最後の無敵で、これで終わり、これで終わりよ。よし、はい、終わりー。よし、どこ、あ、いた。はい、21回クリア。うん、最後はめんどくさい、ボスめんどくさいけども、まあ道中は多分全然早く行けるね。うん、慣れれば多分20分切り行けそうな感じです。では報酬見てみましょう。しょぼい、しょぼいな。あー、使える。うん、一応取っとこうかな。おお、いいね、全部黄金さん。今回意外といいかもしんません。はい、ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴あ
ありがとうございました。